はい、酒好きな新潟人の飲酒動画です。今回は、指名ビールのレッド、いただきたいと思います。こちら値段が400円ぐらいです。長期熟成ナチュラルビール。原材料が大麦麦芽と小麦麦芽とホップと糖類。アルコール度数が 7%。一番低いですね、指名ビールの中で。原産国がベルギー。醸造元がスクールモン修道院。指名トラピストビール、カッコレッド。フルーティーで芳醇なアロマが特徴のレッドは指名元祖。円熟の味と、コクはワイン感覚で、お食事とともに。ご賞味適温。10度から12度。となってます。レッドがアルコール度数 7%。で、ホワイトが 8%。で、ブルーが 9%。で、1% ずつ、違うっていう感じですね。お、色が、黒っぽい。指名ビールのレッド。修道院の僧たちが、添加物及び殺菌はおろか、ろ過も一切せず、自然な原料と、修道院内の井戸水の組み合わせで独自の高度で個性的な発酵技術を用います。瓶詰め直後に新鮮な酵母を入れ、瓶内で第二の発酵させ、豊かなボディを醸し出します。熟成による円熟した味わいと豊かなコク、ほのかに、クロス栗の風味がすると言われています。3種類の指名ビールの中で一番親しみやすいビールで、指名ビールの入門品用としてお勧めします。適温は14度程度。瓶詰め後の4年の熟成、瓶内熟成、保存が可能です。え？うわ、すげえ、賞味期限2018年だ。2018年ってことは、2018年の12月31日、約2019年まで保存可能だから、あと3年はいけるわ。3年熟成可能ですね。あ、ブルーはもっとすごいけど。ブルーは、5年ぐらいできるよね。すげえ。それじゃあ、いただきます。乾杯。あ、すげえ。あ、これすごい。びっくりした。え、これ、コーヒーじゃん、これ。これ味コーヒーじゃん、これ。すげえコーヒー。いきなり来た、コーヒーの味が。ブワーって。もうちょっと飲んだら、もうコーヒーなんですよ。コーヒー、これ。あ、すげえコーヒー。すげえ、ここまでコーヒーの味するビール初めて飲んだ。シメイルージュ、通称レッド。シメイの中で、最も歴史が古く、他のシメイの元になったと言われている。名称はレッド、過去ルージュだが、種類はブラウンビールにあたる。黒すぐり、過去カシスのフルーティーな香味が特徴。適度に円熟されたコクと、爽やかな味わいのバランスが取れているため、シメイの中では最も万人受けとされる。へぇ。すげえこれ。コーヒー。味がすんごいコーヒー。びっくりするほどコーヒー。
って感じ。あ、でも色としては、あれなんだね。ブルーが一番濃いんだね。で、レッドが次に濃くて、ホワイトが一番薄い。でも一番これパンチがあるね。締めビールの中で一番パンチあるかもしれない。パンチっていうかその、でも、香りとしてはあれか、ホワイトが一番香り強かったんだよな。でも、ホワイトはそれなりにあのビールビールしてるから、あのビールですねって言われればビールでわかるんだけど、これ飲むとね、すっげえね、コーヒーなんだよな。何これ、コーヒービールみたいな。炭酸飲料コーヒーみたいな。炭酸コーヒーみたいな感じ。そんな感じ。うん。これは美味しいですね。なんか、美味しい。これはでも、すげえコーヒーだな。すげえコーヒーの味した。もうだいぶ慣れたからあれだけど。もうだいぶ慣れちゃったけど。最初に口に入れた時はすごかった。でもね、だいたい、あの、ギネスビールとかの黒ビール的なやつって、確かにコーヒーっぽいはあるんだよね。コーヒーっぽさはあるんだよ。でもさ、その、なんつうかな。やっぱり、これには勝てない。あくまでも、ああ、コーヒーっぽいねって言われるだけはある。それだけなんだ。でも、え?ってな。ここまでコーヒーって。感じのしたビールは、正直言って初めてですね。でも結局この指名ビールのレッドが一番、あれなんでしょ。一番歴史がある指名の中でと一番歴史があるってことでしょ。これが原点。で、あんまり苦くはないんだけど、黒ビールっぽい、あの、香ばしい、あの、なんていうのかな。ホップを焦がしたような味はあるんだよ。いわゆるコーヒー的なね。うん、これこそあれだね。あ、でもブラックこれあれだな。普通に売ってるんじゃないのこれ。楽天市場でブラック売ってるぞ。いわゆる超レア的なやつ。一番レアなブラック。そこら辺、あの、修道院のあだれでしか飲めないってやつね。これちょっと飲んでみたいですね。まあ、値段としては、税込み480円、送料別だから。1000円出せば多分買えると思うけど。でもそんなに美味しいとは思わない。美味しいとは思えないですけどね。一番なんかあの、熟成期間とかも多分、一番のあの、ライトなタイプだと
始めれと。いや、でも、この指名ビール美味しいですね。でも、個人的にやっぱ一番うまいなと思ったのは、やっぱブルーが一番うまいなとは思いましたね。ブルーが多分一番、なんか、指名らしいっていうか、あんまりその、あれがない。類を見ない味っていうか、ビールとして飲んだことはない味かなって感じはあります。ブルーね。これは、このレッドは、コーヒー味っていう、ね、コーヒーっていう、その、に、日本人にはポピュラーな、ね、飲み物のコーヒーでしょ？で、ホワイトは、まあ、とにかく、香りが強くて、すげえホッピーな、ホップの香りがものすごい強いんだけど、まあ、ホップですねって言われれば、もう普通のあのビールの、あ、ホップの、あれが強い感じかってなるんだけど、ブルーにおいては、飲んで、どんな味かなって言われると、すげえ難しいんだよね。今までこのビール飲んだことある系の、ビールなのかなって考えると、一番飲んだことない、本当に独特の、感じ。なんですよ。一番独特の。で、俺が今のところもう飲んで、2、3日経ったけど、もうその味をもう今覚えてないんですよ。あまりにも曖昧すぎて。曖昧すぎて。なんか、もう記憶にないもん。あれ？どんな味だったっけなって。思い出せないほど結構、あやふやな味なんです。そんな感じで。だから、指名、レッドとか、ホワイト。特にわかりやすいのはホワイトですね。ホワイトは本当にいわゆる、ホップがむちゃくちゃ香るんだけど、よくあるタイプの、柑橘系の、香味を。帯びた感じ。で、レッドはまあ、コーヒーみたいな感じ。ブルーがな、あんまり。もう記憶にないもんね、あんまり。ほとんど。でも、あれですね。美味しいですね。やっぱり。ジャパニーズビールでは全然味わえない。
レベル。まあ、これが400円って言うんだから、むしろ安い。普通のね、日本のジャパニーズビールの2倍ぐらいと考えれば、むしろ安いんじゃないか。っていうレベルでね、あの味っていうか、ネタとしてっていうか、なんかこう満足度っていうか、飲んだ時のその、2本飲んで、あーってより、その、大してなんか面白くなかったなって、もう飲んだことあるようなやつ2本飲んだったわーって、いうより、得した気分では、これはチーズが欲しくなるね、非常に。チーズだ。ものすごくチーズが食いたくなる。ああ、チーズ食いたい。ものすごいチーズ食いたいわ。チーズ食いたいわ。チーズ食いたいわ、めっちゃ。ということで、これはやっぱり、コクがやっぱ強いね。甘みは普通ぐらい。香り。これは、うん。それなりに、あの、コーヒーっていう感じなんですけど、まあコーヒーですね。まあコーヒーっていう感じが非常に強いんで、飲んでみてはいかがでしょう。4344です。ご視聴ありがとうございました。